こんにちは、パンゾーです。今日は発酵菓子の、スコーンについてお話をしてみたいと思います。酵母膨らませる、酵母で、お菓子を膨らませるっていうのね、発酵菓子って呼んでるんですけれども、だいたいベーキングパウダーとかね、卵をこう泡立ててね、スポンジ生地を作るとかっていうのが皆さんの知ってるところかなと思うんですけれども、酵母を使ってお菓子を膨らませていくっていうのはね、なんとも、パンだけじゃないんだってね、思われると思いますけれども、皆さん知らない方はね、びっくりされますが、なかなか美味しいものなので、ぜひこれもね、機会があれば作っていただきたいなと思いますが、今日はその中でもスコーンのお話をしていきたいと思います。はい。タイトルは、天然酵母で作るスコーンの良さは、好みで調整できる美味しさを追求してみようということで、お話をしてみたいと思います。でスコーンもね、だいたいベーキングパウダーで作るかなと思います。なので、天然酵母で作るのって言って、コースでね、一応プロフェッショナルコースではスコーンが入っているので、コース受けられる方はすごく楽しみにしてくださっているんですけれども、ケーキとかもね、マフィンとかも焼けますので、ぜひね、楽しんでいただきたいなと思ってます。はい。で今日はね、そのスコーンのことについてですが、まずはベーキングパウダーとね、酵母ってどう違うのかっていうことになります。工程とか食感とか見た目とかね、いろいろ違ってくるんですけれども、今日はね、どういう視点でいくかっていうと、味わい好みのね、食感とか味ですね、を調整していくことができるんだよっていうお話を、ポイントにお話ししてみたいと思います。はい。でこれはね、生きている酵母ならではの変化かなとは思います。ベーキングパウダーを使うものはね、割と安定して、作れると思うんですけれども、逆に言うと酵母は安定していないってことになりますので、生地発酵の時に調整していくっていうことになります。早めに箱を終わらせるのか、長めに箱を取るのかっていうね、そういう感じになるんですけれども、これはね、好みの問題で、調整できるよっていうことになります。はい。割とね、時間を、短く終わらせると、あまりボリューム感が出ないで、どっしりしたスコーンになりますし、あと時間をかければね、発酵が進んでいくので、ボリュームが出るっていうね、そういうことになってきます。はい。ぜひね、自家製酵母でスコーンを作っていただきたいなと思うんですけれども、この良さっていうのが、まず、小麦の香りが残る、お菓子になっていくっていうことがあります。で、あとね、食感がね、ふわっとして柔らかい舌触りになるので、そういった特徴があるかなと思います。割とスコーンっぽくないとかね、お菓子パンに近い感じかなとは思いますけれども、お好みで、作っていただきたいなと思います。はい。なるべくね、発酵は抑えていきたいなと思って、パンになっちゃうのでねうまく発酵させちゃうと、なので短い、環境で、あと低温で、行っていくのがいいかなと思っています。はい。じゃあまとめに入りますが、スコーンってね、天然酵母のスコーンっていうのは、好みで、味というか食感とかがね、調整できるっていうことで、それをね、追求してみようっていうお話でした。酵母を入れて作るスコーンは、生地を寝かせる時間によって出来上がりが変わるってことを頭に置いていただけたらいいかなと思います。なんかね、スコーンのイメージじゃないって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これはこれでね、とても美味しいので、ぜひ食べていただきたいなと思っています。はい。今日は天然酵母のスコーンについてお話をしてみました。ご参考にしていただければと思います。それでは。